ハープーム ASM を搭載して飛行する f 十六戦闘機空対艦ミサイルは航空機から発射される対艦ミサイルのこと。第二次世界大戦中の対艦兵器としては方向兵器やロケット弾、魚雷、無誘導爆弾などが用いられていた。その後、対戦末期にかけて精密誘導兵器の開発が進むと、まずは推進装置を持たない誘導爆弾が導入されたが、 これと並行して巡航ミサイルの開発も進められており、ドイツ空軍では1943年より HS-293 を実戦投入した。第二本帝国陸軍も囲、e、碁1型港、無線誘導弾及び囲、e、碁1型を打つ無線誘導弾を開発していたが、いずれも実戦投入には至らなかった。また、 アメリカ海軍もガーゴイルを開発していたが、こちらも実戦投入には至らなかった。対戦後、ソビエト連邦では、ナチスドイツから獲得したミサイル技術も踏まえて、巡航ミサイルの開発を進めており、1953年にはミグ -15 戦闘機を無人化したような設計の KS、KS-1 を収益させ、これが、同国発の空対艦ミサイルとなった。 その後も順次に開発、配備が進められていき、1966年には最大射程350回りという長大な射程を誇る KSR-5 が配備された。ただし、ソ連では政治的な理由もあって、このように戦略爆撃機でなければ搭載できないような大型、乗射程のミサイルの開発が先行したため、 戦術的に使用できるようなミサイルの開発が開始されたのは1960年代中盤になってからであった。これに対して西側諸国ではむしろ比較的小型、単射程のミサイルの開発が先行しており、まず1959年、アメリカ海軍の対戦哨戒機が浮上した潜水艦を攻撃するための兵器として司令誘導式のブルパップが配備された。 その後、1970年代には、北、大西洋条約機構諸国でも、電波、高波ホーミング誘導式の空対艦ミサイルの実用化が相次いだが、これらの多くは艦対艦ミサイルとファミリー化されていた。特にエグゾセは1982年のフォークランド紛争で実戦投入され、駆逐艦、シェフィールド撃沈などで有名になった。 また航空自衛隊でも1980年には80式空対艦誘導弾を正式化した。対艦ミサイルが登場した当初は単に小さく高速であるというだけで溶撃を避けることができていたが、水上艦の側でもミサイルの脅威に対抗するため、電子攻撃や CIWS など対艦ミサイル防御の技術を発達させていったことから、後にはミサイルの側でも、 超低空飛行やレーダー反射弾面積の低減によって敵からの探知を避けたり、超音速化によって、溶撃のための余裕を与えないようにしたりといった策を講じていくことになった。アメリカ合衆国イギリスイスラエルイタリアスウェーデン、ソビエト連邦、ロシア中国ドイツ日本ノルウェーフランス。ありがとうございます。